武器マンガン結録でいきます。アヤット結構 HP があればあるほど、まあダメージちょっと出るみたいな効果もあるので、で、HP も最大 HP も増えるし攻撃力も上がるし、まあ何より回心率めちゃくちゃ安定するんで、まあバンガン結録でいきましょう、今日はね。で、生物は、バンガン結録使う場合はダメバフが全然不足しちゃうんで、まあ、生物検討士読んでいきます。で、スコアが 46.8、自慢の花。で、羽がスコア 42.6 かな ?42.6。時計がスコア35です。で、坂月水バフ、スコア 40.0。ちょっと攻撃力多いね。で、冠がスコア 16.5。で、HP がまあちょっと多いから許されてる感じの冠でいきます。で、リッツダメが、攻撃力2800。めっちゃ高い。正直言ってちょっと攻撃力高いっす。私のアヤト。まあ、主に私のこの特級呪物の攻撃力めっちゃ伸びまくっちゃった生物のせいで、まあ、攻撃力2800ってちょっとバカ高くて、率 89.5、ダメ196っていう、まあ、結構綺麗なステータスのアヤトでやっていきます。うん。で、まあ、星座は無凸、まあ、アヤトの星座強いの多いけどね。で、テンプレベルが186でいきましょう。まあ、ちょっと本が足りんかった。まあそう、まあ、あとね、まあ、スキル最優先で爆発もちょろっとで、通常攻撃は1のままで大丈夫ですかな。バンガンだと HP 時計の方がスキルダメージ上がったんですけど、どうでしょう。いいんじゃない。サブステによっては HP 時計の方がダメージ出るみたいな場合もあり得ると思うけどな。バンガンだしね。バンガンだったら HP と上がってれば攻撃力上がるのにもつながるし、まあ、元素スキルも HP ゾーンで火力上がるから、まあ、スコアによってはなんか攻撃時計がちょっと微妙で HP 時計で強いのあるわっていう人は HP 時計使った方がダメージ伸びるみたいなことはあると思う。いいんじゃね。